そうよ。でも。ああ、そうさ。店はか。あら。いらっしゃいませ。そう、ここの地酒はうん、フィリス君、誰に交代してもらおう。わかめ、ここの運がすごいよね。新しい金床が手に入ったんだから、うん、あの錬金術で、ま、へえ、おい、本当にいいんです。それに、というわけでエスカちゃん、わーい、やったー、約束だよ、約束。あ、ありがとうございます。え、おう、その通りだぜ。さて、え、賛成、大賛成です。むしろこちらからお願いしたい。学校ができれば人も集まるし、教育のおかげで町が豊かになりますからね。というわけで、アングリフさん、おお、受け入れてくれて、いえいえ、では俺は町の、あ、まあ、ま、いざ。さて、今日のところは、ね、ひとっ飛び、かっ、よいしょ、チェルシーの天敵のことをすっかり忘れて、虫に食われてないか、卵が、本当にごめんよチェルシーさ、え、錬金術師のフィリスならだろう、へえ、それ新しい道具思いついた、新しい道具作れるようになったよ。その話、僕には妹がいい。子供の頃から毎日毎日、次はいつどんないたずらを仕掛けられるか、いつの間にか、ああ、妹個人への苦手意識が女性全体に拡大するのも、もちろん苦手意識を克服しようとしたことはあるよ。これ以上そこに費やす労力と時間が惜しいしね。だからそのリアーネ君、
僕が。ええ、もちろんです。ありがとう。これはこれでチェうんうんまあお前なあチェルシーだだってさ、フィリスは優しいやつ。そうそう、フィリス、チェルシーから。ふん、私たちずっとお友達だよ。フィお、次はどこに行くの？道具を使うよ。
け。また仕事がはかどるってもんよ。これでおしまい。さて、どこに行こうか。一面の…さて、どれ